衝撃、都営大江戸線に新たな二つの動き。皆さん、おはこんばんちは、毎度おなじみこのチャンネルの主、弥勒です。さて今回は、都営大江戸線で唯一変わった駅、勝どき駅にて新たな動きが確認されました。また最近デビューした新型車両12600型、三次車の放送が更新されましたので、その報告と、今回更新された車内放送が他の更新された放送と異なる箇所がございましたので、それを取り上げます。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。浜松町、都営浅草線、JR 線、東京モノレールはお乗り換えです。お出口は右側です。The next station is 大門浜松町 E20. Please change here for the 都営浅草 line, the JR lines, and the Tokyo monorail. The doors on the right side will open.大門浜松町、都営浅草線、JR 線、東京モノレールはお乗り換えです。お出口は右側です。The next station is 大門浜松町 E20. Please change here for the 都営浅草 line, the JR lines, and the Tokyo monorail. The doors on the right side will open.